これはね、上州七日市駅周辺案内図です。まあ、ここにね、現在地は駅前です。そして、長屋門が今ありましたね。そして、稲部一五郎種政の碑。これがここですね。あ、やっぱり先ほどの門が黒門でしたね。東側にあるんですけど。まあ、御殿もありましたね。あ、やっぱりそうなんだ。蛇宮って呼ばなくちゃいけないんだね。蛇宮神社。そして、御法とありましたよね。ここですね。まあ、こういった説明板っていいね。まあ、ローマ字でね、振り仮名が振ってあるから読み方がわかりますもんね。こちらがね、まあ、富岡高校の方向ですけど、こういった、待合室だって。駅舎はね、向こうにあるんですよ。でも待合室から直接行けるんだろうな。あ、久々の待合室図書館、ライブラリー。そうですね、駅舎に行けそうですね。ああ、この温泉掃除下に食事案内板があります。案内板に向かって右に女子トイレ、その先に男子トイレの入り口があります。多目的トイレの入り口は誘導ブロックに沿ってこの3時の方向2メートル先にあります。ん？これは？先生、さや、おめでとう。妙義。まあ、ここもね、まあ、いろんなものがあるんですよ。諸葛孔明だって。読みたい本はありますか？北条時宗。おお。ピカソの正しい鑑賞法。難しいね。私も読みましたよ。沢田藤子さんの虹の橋。これね、和久井絵美さんがね、主演して映画になってますね。まあ、映画でも見たし、本も読んだしね。物臭部精神分析やって。物臭はいけないよね。ああ、小栗光介之助だって。これはすごいですね。まあ、真田太平記、池波正太郎さん。これはちょっと、たくさんあるけど、まあ、読んでみるといいかもしれませんね。あ、歴史が好きなんだね。街道を行く、司馬遼太郎。こちらのね、まあ、七日市駅文庫はね、まあ、持っていけるんですよ。はあ、すごいね。貸し出しカードでね。まあ、はあ。まあ、誰々っていう名前を書いて、まあ、この本ですっていう感じで、一応入れとくんだね。そして、まあ、読み終わったら返却するときにまた入れるんだね。はあ、すごいね。あとね、下仁田町にね、奨学金制度があるんだって。す
ごいね。素晴らしい。お。トイレはこちらです。この温泉掃除したり、食器案内板があります。案内板に向かって、あ、電気がついてる。今は12時54分。あ、54分。下板方面。おお。こういった感じで。乗らないんですよ。乗っちゃうと、どっかで、どっか行っちゃうから。上州七日石駅でした。ご視聴ありがとうございました。こちらね、七日石藩の藩邸跡ご来訪記念の入場券だったまあ入場券、ああそうなんだ、そうだよね、ワンコイン1日フリー乗車券だって。令和3年1月1日2日当日限り1日500円。ああ、前売りは28日から5000枚だって。これはまあ、抜き先神社の初詣をされる方ですかね。でもね、わかんないと買えないもんね。GoTo トラベル。浜遊山荘。特別優待プラン。すごく安くなるね。8330円、2915円オフ。さらに1000円分の地域共通クーポン付与。すごい。じゃあね、またそちらに戻りましょう。